こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、50代のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、先日からですね、結構50代向けのコンテンツを少しずつ皆さんにお届けするようになっているんですが、結構驚くことにですね、コメント欄を見てると、まあ、熱量がすごいんですね。コメントの数も多いし、このような動画を待ってましたという声が非常に多いので、まあ、それだけですね、50代向けのファッションコンテンツがあまり多くないということですね。僕自身実感してるわけなんですね。まあ、確かに僕自身今40代なんですけども、40代向けのコンテンツもそこまで多くはなく、それが年齢が上がれば上がるほどどんどんですね、情報量としては少なくなってくるので、まあ、このあたりはしっかりめに解説をしていきたいなと思っているんですね。まあ、僕自身ですね、15年間個人向けのスタイリストをやってきまして、50代のお客様も非常に多いので、まあ、どういったものが似合いやすいのか、30代、40代との違いはどこにあるのか、このあたりもしっかりと体感をしていますので、これまで得た知見をもとにですね、50代の男性に合うボトムスを今回は3本ですね、ご紹介をしていきたいなと思っています。ちなみに結構ボトムスって地味ではあるんですが、着こなしの中では結構重要なポイントになるアイテムだと思ってるんですね。おしゃれな人ほどボトムスから着こなしを構成したいだとか、ボトムスにしっかり投資するわけなので、このアイテム選びってすごく重要だと思うんですね。ですが、街で見かける大人世代をですね、よく観察してると、ちょっとくたびれた感じのブルーデニムだとか、あとはベージュのチノパンだとか、スポーティーなリブ付きのですね、スウェットパンツだとか、まあ、このあたりを履いてる方が非常に多いんですね。そうなると、やっぱり着こなし全体がですね、だらしなく見えてしまいますし、大人世代には似合いやすいものとは決して言えないと思うので、まあ、今回ご紹介する3本ですね、この3つさえあれば結構着こなし十分に回せてしまうかなと思うので、もしよかったら皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、50代の大人世代に合うボトムスをですね、皆さんに一本ずつ解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、いろいろと悩んだんですが、やっぱりですね、50代以上ですとか、あとはもう40代後半以降の男性だとですね、やっぱりデニムですね、これは欠かせないアイテムになってくるのかなと思っています。何度も僕の動画の中でお伝えしてる通り、今はですね、デニムが旬なタイミングかというとそうではなくなっているのは事実なんですが、ただですね、僕ら大人世代にとってはベーシックなアイテムであって永遠の定番的な位置づけなので、やっぱ履きたい方も多いかなと思うんですね。街で50代ぐらいの大人の男性を観察してると、やっぱりですね、圧倒的にデニムを履いてる方が多いです。それだけ浸透してるアイテムではあるんですが、このデニムもですね、ちゃんと今の皆さんの年齢に合うようにアップデートすることが大事なんですね。昔から同じような色落ちしていて中途半端なサイズ感のものを履いてると決して素敵には見えないので、まあ、ぜひですね、デニムのアップデートを検討していただきたいんですが、まあ、その中で今回ご紹介したいものをですね、2本ちょっと選出しているので皆さんにご紹介できればなと思います。1本目は先日のグリーンレベルさんのですね、店舗で撮影した際にもちょっと触れましたが、こちらのデニムですね、シグネチャーデニムスリムテーパードデニムパンツというものですね。中でも僕が特におすすめしたいのがブラックというカラーになります。まあ、デニムというと先ほどもお伝えした通りブルー系で色落ちしているもの、このあたりを履いている方が非常に多いんですが、やっぱりこのデニムのカジュアルさというのが大人世代にはちょっとこうカジュアルすぎたりだとか小綺麗に見えない部分もあったりするので、デニムを選ぶのであればちょっとこう濃色の濃い色のものを選んだ方が圧倒的にバランスがいいかなと思います。まあ、その中でもブルー系のデニムもいいんですが、このようなブラックをベースにしたものを選んでもらうとよりシャープさが際立ちますし、人との違いも程よく出せるので、これはすごくバランスのいいデニムかなと思っています。で、シルエットに関しても重要で、結構大人世代だとちょっとリラックス感のあるデニムを履いている方も少なくないかなと思うんですね。結構昔からのサイズ感に慣れ親しんでいてアップデートされてない方もいらっしゃるかなと思うんですが、細すぎてもダメだし、中途半端にゆとりがあるのもあまり良くないので、理想的なのはスリムテーパードと呼ばれるような、適度に膝下から細くなるようなラインですね。こういったものの方が足が綺麗に見えますし、
し、スタイルがよく見せられるんですね。で、ボトムスの選び方で30代と大きく違ってくることは、20代、30代ぐらいであれば、足を綺麗に見せることよりも、トレンド感だとか、今っぽさを優先することが多くなってくるので、ちょっとワイドめのパンツを履くことが多いんですが、やはり40代後半から50代になってくると、そういったトレンド感よりも、自分の体型を美しく見せることの方が、優先順位が高いかなと思います。若い頃に比べると、やっぱりスタイルもですね、どうしてもスマートさに欠ける部分も出てきますし、清潔感みたいなところも意識する必要があるので、まあ、なるべく綺麗なシルエットの方がいいかなと思うので、そのあたりをうまく実現してるのが、このようなスリムテーパード型のボトムスになってくるかなと思います。で、もう一つ大事なのが、裾の長さなんですよね。まあ、こちらの写真を見ていただきたいんですが、ちょうどですね、丈の長さで言うと、ジャストレングスですね。靴の甲の部分とボトムスのその部分がギリギリ触れるか触れないか、これぐらいの長さにしてあるんですが、まあ、ジャストの長さか、もしくはハーフクッションと呼ばれるような、少しだけ靴に当たって、たわみができるぐらいですね。これぐらいに抑えてもらうことが非常に重要かなと思います。結構50代ぐらいの男性を見てると、裾のたわみがですね、大きく出てしまっているような、ワンクッションだとか、もしくは裾分けしてないんじゃないのかなというような、丈の長いものを履いている方もいらっしゃるんですが、そうすると、めちゃくちゃだらしなく見えてしまうので、この裾の部分はすごく重要なので、裾上げをしっかりとしてもらってください。ハーフクッションかノークッション、これぐらいが一番収まりがいいかなと思うので、このあたりの色落ちがあんまりしてないようなデニムですね。まずはこれが第一候補になってくるかなと思います。そしてもう一本ですね、皆さんにご紹介したいなと思うのが、まあ、このようなですね、デニムスラックスタイプのですね、ボトムスですね。これは僕のブランドで作ってるものなんですが、こういったものも結構40代後半から50代の男性には非常に似合いやすいかなと思います。まあ、デニムに比べるとどこが違うのかというと、スラックス調の仕上がりになっていまして、センタープレスが効いてるんですね。これ見ていただくと、センタープレスが効いているので、足長効果があって、綺麗な雰囲気もより漂いやすくなってるんですね。そして色落ちもあまりしてないものを選ぶことで、より上品な雰囲気も漂うかなと思います。まあ、画像を見ていただきたいんですが、腰回りにはタックが入ってると、お腹がちょっとポッコリ出ていても、ある程度サイズ調整が効きやすいんですが、まあ、膝から下はテーパードをかけてあるので、まあ、そういったものだと先ほどのデニムと同様に足長効果も望めるので、こういったデニムスラックスみたいなアプローチもすごくバランスがいいかなと思います。まあ、僕自身もデニムスラックスは大好きで、これまで何本も買ってきたんですが、大人世代にはすごくハマりやすいので、まあ、こういった、まあ、グリーンレベルの色落ちしてないような、ちょっと濃色のデニムかデニムスラックス、このあたりを用意をしておくと、大人の男性にはすごく似合いやすいかなと思うので、まあ、ぜひチェックをしていただければなと思います。使い方としては簡単で、上半身ですね。僕今ジャケットを着ていますが、このような綺麗めなジャケットだとか、ロング丈のコートですね。そういったものに合わせるボトムスとして、ちょっとカジュアルさを出すために、このようなデニムですとか、デニムスラックスを履くといいと思うんですね。上半身がカジュアルで、ボトムスもカジュアルだと、なかなかバランスが取りづらいので、綺麗めなアイテムと合わせるときに、こういったアイテムを使うとすごく便利なので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のですね、50代の男性におすすめしたいボトムスなんですが、グレーのパンツですね。これちょっと意外に思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、単品で見るとそんなにですね、シャープにも見えないし、下手すればおじさんっぽく見えそうなアイテムなんですが、コーディネートの中でうまく使ってあげると、グレーのパンツってすごく使い勝手がいいので、まあ、ぜひ皆さんにご紹介したいなと思うんですね。まあ、具体的なアイテムとして今回ご紹介したいのはこちらですね。プラステのプラススタイルパンツ、コットンブレンドですね。こちらの中で、まあ、色、結構どれもいいんですが、まあ、特にお勧めしたいのは今回07のグレーということで、皆さんにご紹介ができればなと思っています。まあ、グレー系のパンツってどういったシーンに使うのかと言いますと、ブラックだとか、ネイビーですとか、そのような暗めのアウターですね。こういったものを着るときに、グレーのパンツを合わせてあげると、モノトーンでバランスよくまとまるんですね。上半身が濃い色の場合に、ブラックのパンツを持ってくると、結構重たくなってしまうので、その時にはグレーのパンツが使いやすいんですね。こちらの写真もぜひ見ていただきたいんですが、
ブラックの MA1 みたいなものを着てですね、その下にはちょっと小綺麗なロンティーかニットを着てますね。それに対してグレーのパンツを合わせています。ブラック系のアウターに対してこのモノトーンで収まるようなグレーってすごくバランスよくはまるんですね。まあ、ブラックのパンツに比べると幾分明るさを出すことができるんですが、明るすぎないので着膨れすることもないですし、非常にシャープにまとまるんですね。ブラックのアウターにも合いますし、ネイビー系のアウターにもめちゃくちゃよく合うので、これはコーディネートのパーツとしては非常に重要度が高くなってくるかなと思います。ちなみに今回ですね、ユニクロではなくてプラステのボトムスを選んだ理由なんですが、年齢を重ねるごとに僕はですね、服の値段というのはちょっと上げた方がいいなという考え方を持ってるんですね。というのも10代20代30代前半であれば GU だとかユニクロのお洋服で十分だったりするかなと思います。素材の質感も決して悪くはないのでそれでもいいんですが、年を重ねるごとにだんだんですね、若い頃のような肌の質感だとか体型のクリーンさだとかフレッシュさというところは、まあ良くも悪くも失われてくるわけですね。その一方で重厚感みたいな部分が出てくるかなと思うんですが、まあ、そういった時に素材の質感だとか違いみたいなものを出してあげた方がよりフィットしやすいので、ユニクロではなくて一段階上のプラステの中から選んであげた方が素材の質感も含めて似合いやすいかなと思うので、今回はプラステの中から選ばせていただきました。こちらのプラススタイルパンツというのはですね、シルエットはやはりすごく綺麗なんですね。今トレンド感あるようなワイド感を持たせたボトムスではなくて、いわゆるこれもですね、テーパードが効いた足を綺麗に見せるような設計になってるんですね。特に膝から下にかけてはやはり細くなっていくようなシルエットになっているので、足長効果があってスタイルがよく見せられるんですね。まあ、特にグレー系のパンツって失敗するとやぼったく見えるので、このような綺麗めなテーパードシルエットのものが大人世代には似合いやすいかなと思います。またセンタープレスが効いているということもすごく重要で、これがあるかないかでだいぶ見え方が変わってくるんですね。より綺麗めで大人っぽく足長効果が出せるので、このセンタープレスはすごく重要になってくるかなと思います。このセンタープレスなんですが、樹脂クリース加工によって取れにくいような仕様になってるんですね。これも非常にありがたくて、結構このセンタープレスって履いてるうちにどんどんですねぼやけてしまって、気づいたら取れてしまうことも少なくないんですが、このあたりがしっかりと取れづらいような仕様になっているのも非常にありがたいポイントかなと思います。で、丈の長さもですね、最初からちょっとですねアンクル丈ぐらいに仕上げてあるんですね。ただアンクル丈といってもがっつりくるぶしが見えるような長さではなくて、まあ、ジャストでノークッションで履けるぐらいの長さになっているので、先ほどもお伝えした通り裾回りがだらしなくなることがないんですね。結構50代以降の大人の男性って裾回りがだらしない方少なくないので、そのあたりが最初から裾上げしなくてもある程度ジャストに仕上がっているのはありがたい点かなと思います。ちなみに僕みたいに身長が低い男性はですね、アンクル丈と言ってちょうど良かったりだとか、アンクル丈と言ってんのにちょっとだけ裾上げしなくちゃいけないこともあったりですので、そのあたりはぜひ試着をしながらですねバランスを整えていただきたいなと思うんですが、裾回りも含めてバランスがいいかなと思います。まあ、素材はですねコットンとポリエステルをうまくブレンドさせてあげて春らしい風合いになっていますし、洗濯機で気軽に洗いやすいというところも含めて非常にですね使い勝手の面でも安心できるような一本に仕上がっているので、これは使い勝手がいいかなと思います。まあ、コーディネートは簡単で、先ほどのような短丈系のですね MA1 みたいなものでも大人っぽくまとめれば結構ですねグレー系のパンツを使うことで綺麗めにですねコーディネートができるんですね。 MA1 に対してチノパンとかデニム合わせてしまうとやっぱりカジュアルすぎてしまうんですが、センタープレスの効いたボトムスだと綺麗にまとめることができるので、すごくバランスがいいかなと思います。あとは僕の動画の中でもよくお伝えしてるんですが、こちらの写真のようなナイロン系のジャケットですね、フード付きのアウター、結構このようなスポーティーなアイテムであってもブラックだとかネイビーを選んでボトムスをこのクリース入りのグレーのパンツを履くことで結構綺麗にまとめることができるので、上半身に重たい色を使う時にはこのグレーのパンツがものすごく使えるので、ぜひ皆さんもですねこういったものを1本は用意していただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目は、皆さんの想像通りブラック系のパンツをご紹介したいなと思ってます。これは年齢を問わずですねあらゆる方に似合いやすいものなので、まあやっぱり1本は用意をしておくと便利なアイテムなのかなと思います。そこでよくですね僕がご紹介するのがユニクロのスマートアンクルパンツだとか、グローバルワークのアーバンスラックスだとか、このあたりが多く、またはグリーンレーベルだったらオルマイージーパンツを選びがちなんですが、今回は
はですね、同じグリーンレーベルの中でもこちらをご紹介したいなと思います。 TW ウォッシャブルトロ UTT パンツクブタケですね。このアイテムが非常に使いやすいんじゃないのかなと思っています。オルマイジーパンツはですね、僕の動画の中では定番的な立ち位置なんですが、やはりちょっとカジュアルさのあるような素材感だとか風合いを持っているので、50代の男性が着るのであれば、もうちょっとスラックス調のきれいめな素材感のものの方が僕は使いやすいのかなということで、今回はこちらを選出させていただきました。まあ、シルエットに関してはこれまでご紹介してきたものと同じようにテーパード型をベースにしています。もも周りはまあ適度にゆとりがあるんですが、膝から下にかけてテーパードが効いてくるのでスタイルがよく見えるのと、まあ、クブタケなので最初からですねクッションが大きくたまらないような長さになっているので、そのあたりにも安心感があるということで、このボトムス裾上げもしなくてほとんど着ることができるかなと思います。まあ、素材感がすごく良くて、ポリエステルとウール素材をブレンドさせているので、ウール特有の上品さですね、このあたりも楽しむことができるんですが、ポリエステル特有の洗濯ができるような機能性だとかシワになりづらかったりだとか、そのあたりも含めて機能的で使いやすいんですね。やっぱりこうシワが入ってしまうというのは綺麗な雰囲気には見えづらかったりするので、日頃のケアが楽にできてシワになりづらいという項目もすごく大事だと思うんですね。そしてユニクロやグローバルワークのパンツにはないようなウールをしっかりと混合させることで、天然素材が持つ上品さというところもうまく取り入れているので、このあたりは非常にバランスがいいんじゃないのかなと思います。ウエストは総ゴムになっているのではなくて、後ろの部分だけですねゴムの仕様になっていまして、前の部分にはドローコードがついているので、ウエストを締めることもできるんですね。なのでもも周りがちょっときついなという場合なんかは、ワンサイズ上げてもらってドローコードしっかり締めて調節するのもいいかなと思いますし、ベルトループもあるのでしっかりとお仕事でも履けるような仕様になっているので、そのあたりも含めて使い勝手非常にいいんじゃないのかなと思っています。まあ間違いなくブラックが使いやすいんですが、ブラックだとちょっと重たすぎるかなと思う方はぜひネイビーを選んでみてください。ブラックほどは重たくなくて、だけどもブラックと同じようにですね汎用性が高い色なので、ネイビーを選んでもらっても全く問題はありません。また先ほどプラステのグレーのパンツをご紹介しましたが、シルエットや素材感がこちらのウォッシャブルトロの方が好きな方であれば、結構ミディアムグレーもいい色なので、こちらの方を選んでいただいてもいいかもしれません。またこの素材を使ったパンツって実はですね2型ありまして、2プリーツ入ってるものがあって、そちらの方がよりですね腰回りにゆとりがあって少しトレンド感も漂うんですが、テーパード効かせてあるので大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、こちらを選んでもらうのも良いかもしれません。でこのようなブラックだとかダークネイビーのパンツはどのように使えばいいのかというと、上半身に明るい色を持ってきた時に非常に使いやすいんですね。ベージュのコートだとか、あとはライトブルーのシャツだとかストライプのシャツだとか、このような明るめのカラーだとか柄物を使った時に下半身をギュッと引き締めるという意味では、このようなブラック系のパンツが非常に使いやすいので、やっぱり1本持っておいて間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では50代のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。まあ、これはもう保存版ですね。この3本ですね、まあ、今回ご紹介した濃いめのデニムですとかデニムスラックス、またグレーパンツ、そしてブラックのパンツ、この3つというのは季節を問わずに使うことができるような、まあベースとなるような3本かなと思います。まあ、これに加えて明るいですねオフホワイトのパンツとかもあるとすごく便利なんですが、まずは基本はこの3本だと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね今回の動画を参考にしながら基本の3本を揃えていただきたいなと思っています。で僕もですねいろいろとボトムスは持っているんですが、そんなにバリエーションって必要ないなっていうのを日々実感してるんですね。僕自身40代ですが、よく使うボトムスとしてブラックだとかグレー系っていうのはやっぱり共通で入ってくるので、まあ、今回ご紹介した3本があれば本当に十分すぎるぐらいかなと思ってるんですね。というのもコーディネートというのはボトムスだけで構成するものではもちろんなくて、トップスだとかアウターだとか靴小物で全体でバランスをとっていくので、結構ボトムスが3本でも組み合わせってたくさん作ることができるんですね。なのでたくさんの種類のボトムスを揃えるというよりは、厳選した3本をしっかりと投資をしながら揃える方が結構優先順位は高いかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube の
メンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですねライブ配信をやっていますので、皆さんからいただいたご質問にお答えしながらですねワイワイ楽しくやっていますので、よかったら概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて写真ですとか文章ベースでなるべくですねサクッと読めるような記事をですね毎日更新をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな方が集まって楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。